紳士とワインを飲む女は、オランダ黄金時代の画家ヨハネス・フェールメールが1658年から1660年頃に描いた絵画。キャンバスに油彩で描かれた作品で、 ベルリンの絵画館が所蔵している。紳士とワインを飲む女は様々な観点から1650年代にピーテルで方法が発展させたデリフトの海外様式で描かれた典型的な風俗画とされる。極めて明確に描かれた明るく広々とした室内で座ってワイングラスを口に当てている女性と帽子をかぶりマントをまとって立っている男性が描かれている。この作品では 人物が前傾ではなく、中継に配する構成となっている。紳士とワインを飲む女はフェルメールが27歳くらいの時期の作品である。美術史家ワルター・リトケは、それまでの印象的な芸術的観点から、紳士とワインを飲む女のような完全な美しさを持ち、異常なまでに洗練された作品を評価することはできない。フェルメールが完璧な技量を身につけていたことを示す。 最初の作品の一つであろうとしている。オランダの中庭ピーテル・デ・ホーホーナショナル・ギャラリー・オブ・アートテーブルの周りで人々が酒を組み交わし、一人の女性がグラスからワインを飲んでいるという構成は、ピーテル・デ・ホーホーが1657年頃に描いたオランダの中庭を直接に連想させる。しかしながら、紳士とワインを飲む女は、デ・ホーホの作品の単なる模倣に留まってはいない。 中庭から場所を移された屋内は、より優雅な筆致で描かれており、様々なモチーフの表現から出方々の作品に、比べるとはるかに、上流階級の暮らしぶりを思わせる。人物が身につけている衣服、テーブルクロスの折柄、壁に掛けられた絵画の金箔で飾られた、額縁、紋章があしらわれた、ステンドグラスなど、あらゆるものが、この作品に描かれているのが裕福な人々である。 ことを表現している。ワイングラスを持つ娘、フェルメール・ヘルツォーク・アントムルリヒヒ美術館、フェルメールの初期の作品に比べると、紳士とワインを飲む女は抑制された筆使いになっており、人物の表情、衣服の表現は、ゆとりのある、滑らかな曲線で描かれている。ただし、テーブルクロスの折柄とステンドグラスのみ、精緻な詳細描写と直線的な筆使いで表現されている。 当時のフェルメールは、デホーホの作風の改良にとどまらず、ヤンステーン、ヘラルト・テルボルフ、フランス・ファン・ミー・リスといったが形の優れた技法も視野に入れていた。ワイングラスを持つ娘には、他のフェルメールの作品と共通したモチーフが描かれている。ワイングラスを持つ娘には、男性が二人描かれているが、ワイングラスを持つ椅子に座った女性、タイル張りの床、ステンドグラスなどは、 紳士とワインを飲む女にも、ほぼ同様の表現で描かれている。1657年の作品、眠る女にも、紳士とワインを飲む女と同じでキャンタが描かれている。紳士とワインを飲む女は、前述のリトケのように絶賛している研究者もいるが、概して過渡期の作品であるとみなされており、フェルメールの最高傑作の一つという評価は得ていない。美術史家、ローレンス・ゴーイングは、 ハブリエルメ2のデュエットに見られる、打ち解けた流暢さに欠けており、重ねるような作品であると評価する。さらに、ゴウィングは当時のフェルメールの美術に対する理解度は優れてはいたが、まだまだ競合だったとしている。ありがとうございます。